一柳ただ高は、戦国時代から安土桃山時代にかけての美の国の武将。伊予高野氏の一族で、美の国厚見郡西の村に移り、一柳氏の祖となったとされる、一柳仙高の子として生まれる。去年52から逆算すると、京六二年生まれとなる。完成重修書家府では、名前、没年月日と没年齢が掲載されているが、 父の遺跡を継いだということ以外に、辞跡は記されていない。昭和初期に、一柳家の子孫が編纂した、一柳屋式料によれば、父は、主君の時よりのりと行動を共にし、自家公は、壊れて使えず生涯を終えたという。身の名祭記によれば、斉藤義達、斉藤達沖、織田信長に仕えたとある。 ミのメ祭記には、工事二年の洪水の際には、降臨は西の村に従していたこと、西の村天神社を氏神としたことを載せる。岐阜市中節町の天神神社によれば、この神社はもともと、厚見郡、今泉村にあったが、長良川の水害や陛下にかかって海人に返した神社を、当地に従した、市穴義氏が、氏神として数敬して再興したという。 天正8年7月2日、52歳で死去。美の名祭期では、同年7月10日、62歳で死去とある、西の村の一穴柳家の屋敷跡は、本願寺岐阜別院となっている。本願寺岐阜別院によれば、元気、天正年間に、県女が、美の国を殉教した際に、自家公が禁し、本願寺の門徒となった。自家公の墓の傍らに建てられた寺が、 本願寺岐阜別院の発祥であるという。身の名裁記によれば西の村が本願寺掛家章家を呼び、岩世寺の境内地になったのは慶長7年のことと、あり、市柳屋敷用によれば、自家公の墓所は不明という。妻について、官政府に記載はないが、稲葉一鉄の名をめとったという。この市柳忠末、市柳直森は、豊臣秀吉に仕えた。 クワナ城主となった、一柳カユを追いとする系図がある。天正18年の小田原の役において、近松は3月29日の山中城攻めで戦死した。関西府では三男の直道も7月9日に、陣中で没したとある。直森の子孫は、江戸時代初頭に、伊予国に3つの藩を建て、大名として続くことになる。また、 海戦正期の奉仕となった南か、元凶も弟であるという。ありがとう。